はい、皆さんこちら物販講師の黒沢です。少し前深夜ラジオでアパレル出品登録時の必須入力項目が大きく変わりましたという話をさせていただきましたが、じゃあ具体的にどうやって進めればいいのかというのを実際のセラーセントラルの画面をお見せしながら説明させていただきたいと思います。こちらの動画 URL 下にも貼っておりますので、後ほど 1.5 倍速2倍速でも構いませんので、お時間ある時に合わせてご視聴いただければ幸いです。また今回大切になってくる服&ファッションコモのシューズ&バッグの出品方法というこちらの Amazon 公式ヘルプのこの URL、 この動画の下にも貼っておりますので、あのセラーセントラルにログインできる方はぜひクリックして見ていただければと思います。こちらのページになるんですけれどもね。でもこのページ見たところでどうこれを参考にしていいのかわけわからないし、どこをどう見ていいかよくわからないので、そこについて今回はしっかりと説明させていただきたいと思います。ちなみに今回出品する際に必須入力項目が変わったカテゴリーとすれば、シャツとかドレスとかパンツ、コート、あとは帽子、ここら辺のカテゴリーを出品登録する際に、なんやこれっていう項目がドバって増えたんですね。ここにも書いてありますけど、アパレルサイズ、アパレルサイズ最大レンジ、アパレルサイズのボディタイプ、アパレルサイズの身長タイプ、まあこういった項目が今まではなかったんですが、最近ドバッと増えて、ここにエラーが表示されて、必須入力項目ですか？入力してくださいって出てきてるから、とりあえずなんか入力してみても全然エラーが消えないと。いつまで経っても出品登録が完了しない。この問題を解決するのが今回の動画の目的になります。動画の流れとすれば、まず事前知識についてお伝えして、その後最低限の出品登録を行って、途中から今回の本題であるこのサイズ項目の例と詳細ってありますが、ここについて言及します。では早速進めていきたいと思います。まず1つ目、 Amazon 特有の嘘やんなことについて話をさせていただきます。セラーセントラルで出品登録を行ったり、まあ、もろもろの作業を行なっているとですね、え、こんなことをしなきゃいけないのっていう予想を裏切るような解決策っていうのがいくつかあります。これちょっと道に例えさせていただいたんで、上からチェックしていきたいと思うんですが、まず1つ目、右に曲がってくださいの看板を見て、右に曲がったらそれが間違っているっていうパターンがあるんですよね。今回の話もそうなんですが、ここ必須入力項目なので入力してくださいって書いてあるんだけど、それに従って入力すると実はそれが間違いだったっていうとんでもなことっていうのが実は Amazon あります。なのでどこの項目に入力すべきなのか、入力してくれって書いてあっても入力しないのはどこなのか、今回は理解する必要があります。こちらに関してはセラーのアカウントを大口から小口にダウングレードした後また大口に戻したりする際に、要するに英語だとプロフェッショナルアカウントって言うんですが、月額のかかる FBA が利用できる大口アカウントに小口アカウントからアップグレードする際に、出品登録しようとするとクレジットカードエラーっていうのが起きるんですね。アカウントの大口小口っていうのはすぐに直すことができるんですけれども、直したのに直ったようになっていない、出品登録しようとするとクレジットカードのエラーがあるので、クレジットカードの情報を変更してくださいって表示されるんですが、それに従って、まあ、ここで言うと右に曲がってくださいと同じですよね。クレジットカードを更新してくださいっていうのが出てきたから、それ通りにクレジットカードを更新しても全く解決しないっていうオチがあります。2つ目、右に曲がっちゃいけないんだと、まあ、気づいたと。で、引き返そうとすると NG。 今回の話にも関係してくるんですけれども、必須入力項目なんだけど、そこは別に入力しなくてもいい項目だっていうのが今回の動画を見るとわかります。じゃあ、今出品登録仕掛けていて、なんか入力しなくていいとこ入力しちゃったから、じゃあこれ消そうと思っても消せないっていうこと。引き返そうとする、引き返せない一方通行の道っていうのが Amazon の出品登録上あります。また出品登録1からやり直すしかなくなってしまうので、そこがどこなのかと。じゃあどうすればいいのかって話をさせていただきます。そして3つ目、テクサポの右に曲がってくださいは最善手とは限らない。テクサポに聞きゃいいやっていうふうに思う方もいるかもしれないですが、テクサポの方がじゃあこうしてくださいっていうその提案っていうのは最善手どころか、もう全く現実的ではない場合も正直存在しています。
アマゾンの社員に知り合いがいるので、いろんな情報をいただいてるんですけれども、そのテクサポの答える内容のテンプレっていうのがアマゾン社員共有してるんですね。あんま詳しいことは言えないですけど。で、その共有されているテンプレを貼り付けて回答とするっていう場合がありますので、そのテンプレに書いてあることが最善手とは限らないってことです。セラーではないですからね。あくまでもそのアマゾンの社員としての知識とセラーとしての最善手っていうのは異なる。特にテクニカルサポートが CSV でアップロードしてくださいっていう話と言語設定を英語にしてくださいっていう解決策を提示することがありますが、まず、CSV っていうのは Excel でブワーッといろんな項目を書き込んで、それをファイルでアップロードして出品登録しましょうってやり方ですが、これできる人ほとんどいません。よほどそういったファイルでアップロードしてうんたらこうたらに詳しいような方じゃないと難しいと思いません。なので CSV アップロードしてくださいっていうのは解決策に現実的にはなっていないっていうこと。あと、言語設定を英語にしましょうっていう話は古いんですよ、解決策とすれば。何年も前に、もともとこのセラーセントラルっていうのは今ご覧いただいて、こういったヘルプページも含めてですね、全部日本語には対応してませんでした。で、その後日本語に、今日本語に対応してるんですが、日本語に対応するかしないかのタイミング、変わっているタイミングで、日本語に設定すると表示されるべき項目が表示されなかったり、あとは、項目入力してもエラーが出てしまったりっていうことがありました。ただそれは数年前に頻発した例であって、現在は言語設定を変えたぐらいで、エラーが解決する場合っていうのがほとんどないんですね。ただ、そのテクサポの人たちは、その知識っていうのを、まあ歴史的にはそういった事例があったのは事実ですから、言語設定を変えたら良くなったっていう事例があったのは事実ですから、そのことを未だに言ってくる方が多いですが、それは解決策にならないことの方がほとんどだというふうに腹に落としてください。では、早速出品登録をしていきたいと思います。このセラーセントラルトップページの在庫タブ、商品登録をクリックしていただいて、Amazon で販売されてない商品を追加しますをクリックします。で、ここから検索窓に、例えば今回、まあドレスシャーツですね。ドレスシャーツっていうのは簡単に言えば、まあちょっと、生きった男性もののシャツみたいな、スーツの下に着るシャツなんだけれども、通常は、それのもうちょっとファッショナブルな、まあ、生きったやつですよね。かっこつけたやつ。それがドレスシャツっていうものです。で、二つ出てきたんで、とりあえず上のカテゴリー選択をクリックします。繰り返しになりますが、とりあえず最低限の出品登録を今から行っていって、エラーが出るところっていうのがバリエーションタブに出てきますから、そこから見たい方っていうのは、この動画下の目次の前の数字をクリックしてそこにワープしてください。ではまず最低限の出品登録をしていきたいと思います。やり方はいつもお伝えしている通りなんですが、まずこの順番で必ずやってくださいね。意味があってこの順番でやっていただいているので、ここは順不同で考えないようにしてください。まず詳細表示というバーをオンにします。そうすると上のタブがバーッと増えますので、まずは出品情報のタブをクリックしていただきます。で、出品情報のこの一番下、開始日を提案するっていうところがありますので、ここを未来に設定します。別に2ヶ月後、3ヶ月後でもいいので、実際に商品を販売するよりも先の未来に取り急ぎ設定して、実際に商品の在庫の補充が FBA 上で完了したら、その日にこちらを後ほど修正していただくっていう形になります。開始日提案するを未来に設定した後、ついでにこの下、Amazon が発送しカスタマーサービスを提供しますをクリックし、ついでにこの設定を保持するをクリックします。はい。これで出品情報タブの入力はすべて終わりです。次、詳細タブ、一番右の詳細タブをクリックしていただきます。で、こちらにいろいろわーって項目があるんですが、これ、もし商品の公開日っていう項目があった場合はこちらも同じように未来に設定する。あるカテゴリーとないカテゴリーがありますのでなかったら気にしないでください。で、この後放送の寸法と商品パッケージの重量っていうのを入力していく形になります。こちらは別に必須入力項目ではないんですけれども、こちらに入力しておくと納品手続きの時に楽なんですね。もし入力しておかないと納品手続き時に
小バリエーション、要するに細かいバリエーション、一つ一つのバリエーションごとにこれを全部入力しなきゃいけなくなってしまうので、めちゃめちゃ大変になってきます。よって、最低限の出品登録っていうのは、最低限の必須入力項目だけではなく、納品手続き時に自分の作業が楽になるために、今のうちに入力しておきたい項目も含みますので、その点っていうのは、ぜひね、注意していただければなと思います。で、商品パッケージの重量に関しては、アリババのページ、買い付けるサイトのページに商品の重さが出てますから、それを入力していただければ大丈夫です。包装の寸法については、商品のサイズから考えて、包装の寸法ですからね、商品のサイズじゃないですからね、梱包した時にどんぐらいの大きさになるかっていうのをざっくり入れていただければ大丈夫です。これもアリババの商品サイズから見ていただいてもいいんですが、もし他の方法を知りたい方はこちら、Amazon で例えば今回ドレスシャツだったらドレスシャツで検索しますよね。そうすると例えばこういうのを出そうと思ってるって類似商品が出てきたとします。で、類似商品が出てきたら類似商品をクリックしていただいて、下の方にクイ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 スクロールしていただくとプロダクトディテールズっていうところが出てきます。もしプロダクトディテールズにパッケージディメンションズという項目があれば、このパッケージディメンションズっていうのは梱包した時のサイズや重さの情報ですので、類似商品のパッケージディメンションズをそのまま入力していただければ大丈夫です。今回の場合こちらですね、13.9.31インチで 12.63オンスなんで、とりあえずこちらをコピーしてペタペタ貼り付けていただく、13ですね。で 9.31インチ、こんな感じで 9.3 で、まあ、ちょっとごめんなさいね、適当に今回やっちゃいますけれども1で、選択するところはインチなので IN を選択するわけですね。インチ、こんな感じで入れます。で、実際本当に正確な梱包サイズを知りたい方は、まずこれで商品登録を行って、納品手続きも行って、で、その後、商品ラベルを発行して代行会社さんに送った後、代行会社さんで梱包した後であれば、包装の寸法っていうのは、お伝えすることはできます。別途お金がかかる場合もありますけど。なので、とりあえずここはざっくりと入力して、商品ラベル代行会社さんに渡した後、代行会社さんで検品梱包した後で、正確なサイズっていうのを、計測することはできますので、その点ご理解いただければなと思います。で、ここオンスなので OZ と。まあ、とりあえずここ入力できましたと。で、これで終わり。包装の寸法と商品パッケージの重量。要するに、包装した状態の、梱包した状態の商品の重さ。これ類似商品からま、適当に入れましたと。これで終わりです。で、次、三つ目、コンプライアンス情報です。コンプライアンス情報で入れるところは基本的に4箇所になります。まず、電池が付属してますか？いいえ。この商品は電池本体ですか？または、電池を使用した商品ですか？いいえ。ですね。はい。っていう形です。で、少し下にスクロールしていただいて、あとは、ここの下に適用される危険物法令っていうのがあります。ここ基本的には、該当なしですね。で、分類危険物、ラベル、適用されるものをすべて選択っていうところを見ます。で、こちらに関しても基本的にはラベル表示なし。これ英語で書かれている場合もあります。で、次にバリエーションテーマ入れていきたいと思います。今回バリエーションテーマについては、まあカラーサイズを選択して、とりあえずカラーはレッドで、サイズは XL にしましょうか。適当ですけれどもね。これでバリエーション登録っていうのをまずクリックします。で、ここまでやっといた後、先に今回はちょっと商品の実際はバリエーションのことを細かく入力していく方が先なんですが、今回はこのバリエーションのタブでいろいろなエラーが発生することをお伝えするので、ちょっとここに関しては順不同で商品名先に入れておきます。まあ、とりあえず AAA 適当に入れますね。アダルト商品いいえ。で、ブランド名 AAA で、素材はま、適当にコットンでいいですね。コットンにします。で、対象は、男性用のものなんで、メンズにします。で、素材構成。まあ、これコットン。で、OK です。で、上のびっくりマークっていうのがどんどん消えていって、あとバリエーションだけ入力すれば OK っていう話に来ました。ここからが本題です。まずは通常のバリエーションタブのところから、入れられるところを入れていきましょう。性別に関しては男性用。対象年齢層っていうのは男性の大人なのでアダルトを選択する。で、シャツサイズクラスっていうのは怖いのでとりあえずほったらかします。シャツサイズシステムっていうのもほったらかします。商品のコード、ジャンコードですね。これはジャンコードを入力していただく形になります。で、次、商品コードのタイプ。こちらは EAN ですね。で、コンディションは新品。で、販売価格は適当に 19.99 って入れときます。在庫は0にします。
ここまで入力すると今まではもう保存して終了できたんですよ。でも今ここ見ていただければわかるように、シャツのサイズクラスとシャツのサイズシステム、この2つの項目っていうのが何を入れたらええねんという状況になっていますので、ヘルプページと見比べながら入力進めていきましょう。画面分割させていただきました。でこれをちょっと見ていきたいと思います。繰り返しになりますが、服&ファッション小物、シューズ&バッグの出品方法というこの動画の下にも URL 貼っております。 Amazon の公式ヘルプをバーって見てみると、まあわちゃわちゃといろんなことが書いてあります。で先ほどもチェックしたところなんですが、シャツとかドレスとかパンツとかコートだとか、あとは帽子に関してはなんかわちゃわちゃといろいろ入れなきゃあかんぞっていうのがここに書いてあるっていうのだけはわかりますよね。で今回はシャツなので、これクイクイと下げていただくと、シャツに固有の例っていうところが出てきてます。 XL っていうアルファベットですね。で入力したわけですから、アルファベットとアルファって省略すると言います。アルファベットのとこを見るわけです。シャツでアルファのこの横一列を参考にしてこっち側を入力していくっていうのが今回一番のポイントになります。ちなみにここ一番右にある商品詳細ページのサイズっていうところは、これってこういう風にこういう風に入力していくと、商品のお客様がご覧になるページ上ではこういう風に記載されますよ、表示されますよっていうことなんで、この一番右の項目、縦の項目に関しては全く気にしなくて大丈夫です。あくまでも今色をつけたここまでの内容が大切になってくるっていうことですね。じゃあこちらを見ながらこっちに入力していきたいと思います。まず、シャツサイズクラスっていうところにアルファベットっていうのがあります。よって、ここですね、アパレルサイズの表記方法っていうのと項目名が違うんで、ここがわかりづらいんですけど、アパレルサイズの表記方法、アルファベット、シャツサイズクラス、アルファベット。っていう形になりますね。わかりづらいですね。では次、シャツサイズシステムっていう、なんやねんっていうのがまた出てきました。このシャツサイズシステムってなんやねんとは思うんだけども、基本 US しか選択することができませんと。で、今入力していただいたら、こちら保存して終了が、一回光ったのにまた消えちゃったっていう状況になったのをご覧いただけたかと思うんですが、そしてこれが出るんですよ。この値は無効です、この値は無効ですってドバドバって出てくるんですよ。ただ言いますね、これこの値は無効ですって書いてあるんですが、この値無効じゃないです。この US っていうのもそもそも US しか選択できないんで、この値が無効のはずはないです。これがですね、右に曲がってくださいって書いてあるんだけど、右に曲がろうとしたら間違ってるってパターンのエラーですね。なのでこれは気にしないでください。アルファベットと入力した、 US と入力した、これで合ってます。でちょっと右の方にグイグイと動かさせていただきますね。そうすると右の方にこんだけ他にもエラーが出てきました。じゃあこちら見比べながら入力していきましょう。ただしこっちの名前とこっちの名前違ってますから、そこら辺誤解しないようにしてください。まずシャツサイズチっていうのがあります。ここはこっちで言うとアパレルサイズっていうものです。全然違いますね、項目の名前。アパレルサイズ、シャツサイズ値。なので、ここ見てみると、ミディアムって書いてありますね。入力されてます。入力されてるのであれば、こっちも入力していくんですが、今回の場合は XL で入力してたわけですから、こっから XL を見つけてきて入力すればいいだけです。まあ、別にミディアムって書いてあるから、ミディアムって入れてくださいってわけじゃなくて、なんか入力してくださいねって意味だと捉えてください。次、その右側のこちら、シャツのサイズ範囲っていうのがこちらになります。アパレルサイズの最大レンジです。ここ、ポイント、空白ってなってますよね。なんか選択できるんですけど、これ選択したらダメです。ここがまたトラップなんですよ。右に曲がってくださいって言うから、とりあえず入力しちゃったと。入力したものを消そうと思っても、消せないんです。選択したらもう終わりです。出品登録一からやり直しになったりしますので。なのでシャツのサイズ範囲、こちらで言うとアパレルサイズ最大レンジは空白です。でその右、首周りのサイズ値、首のサイズから範囲、なんだ読み方、丈わかんないですけど、サイズ値、範囲への袖丈、ここ全部空白ですからね。これに該当するところは入れちゃいけません。で首周りのサイズ値、首周りのサイズ値同じですね。で、あとネックサイズ終了値、首周り、首のサイズから範囲、これが共通しているものです。ネックサイズ終了値と
首のサイズから範囲、これ全部空白です。で、タケタケサイズっていうのは、まあ、ここですね。ちょっとしかも前後するんで分かりづらいんですけど、これとこれですね、同じものありますね。ここも空白です。で、範囲への袖丈、それっていうのが袖丈終了値っていうものなんで、ここも入力しません。次、アパレルサイズのボディタイプ、ここっていうのはシャツの体型タイプがこちらに当てはまるところです。シャツの体型タイプ、ここにはプラスって書いてありましたね。プラスっていうのはふくよかな方って意味なんですが、ここっていうのはまあ普通にレギュラーの人が多いと思うんで、レギュラー入力する。繰り返しになりますが、プラスって書いてあるからプラスって入力しなさいっていうわけじゃないです。プラスって書いてあるので何か入力しましょうって言われてるだけなんで、シャツの体型タイプ、こちらのヘルプで言うとアパレルサイズのボディタイプって入力しました。で、あと最後、アパレルサイズの身長タイプっていうのがどこか、こちらで言うとシャツの身長タイプですね。ここ今から入力しますので、この下保存して終了どうなるか見てみてください。ちょっとここ大きく拡大しますね。ほいと大きく拡大しましたので、ちょっと見てみてくださいね。エラー、こんだけたくさん入力してないところたくさんありますよね。入力してないことところたくさんあるんだけど、シャツの身長タイプを入力すると保存して終了が光りました。まあ要するにこれで保存して終了が押せるようになったということです。というわけで、いろいろと話をさせていただきましたが、こんだけね、わかりづらいんです。このアパレルの出品登録って。なぜならば、繰り返しになりますが、ヘルプのページで書いてある項目名とこっちの項目名が全然違ってるから、もう今エラー消えてますよね。っていう形になりますので、こちらの動画参考にして、出品登録進めていただければ幸いです。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。もし今回の動画参考になったなって方は、よろしければ、高評価いただければ幸いです。では、失礼いたします。